そんなことになんでヘズマの結婚式行かなかったんだカスタンデさは来たと白状なつだな <laughs>。だってヘズマリュウさんとは僕関わりないんだもん。同じ迷惑系まあそうっすね。ちょっと迷惑系 YouTuber ではあるんですけど。 チャムに誘われた。いや、あのー、もう、正直に言うわ。正直に言うわ。いや、実はヘズマリュウさんから直々に DM はいただいてたんですよ <laughs>。うん、気づかんふりして無視してました <laughs>。本当にごめん。いや、あの、気づいたのもでもちょっと最近やったんよ。 ちょ、ちょ待って、そ、その、あの、いや、ちうちう、あのさあ、ツイッターの DM って、こう、あるのよ。こう、め、迷惑ボックスみたいなのあるのよ。迷惑メールボックスみたいな。要は、その、相互フォローじゃないけど、DM が来る欄とは別に、さらにその、なんかスパムとかが保管されるぞ、みたいな。そこに入ってて、ちょ、気づくのが遅れた。 19日ですね。うん。あの、僕がシャムゲームズさんにですね、その、ちょっとあのー、なんていうのあの、2時3時の人にいじめられてたみたいな話題を取り上げたときに、その、ヘズマリュうさんの結婚式の話に触れたのを見てくださったんかな配、はい、配信を拝見いたしました。ぜひ結婚式に来ていただけませんかっていう、ね、あの、DM が実はちょっと来てて、 はい。<笑><笑>ま、でもごめんなさい。普通に今日はあの、撮影入ったのでドミジ行きなかったんやけど、はあ。ちょっと今帰ってきました。もうこうあなたもヘズマの結婚式に行きうんだからそう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 、その時、その時、その時。せめて行かないって返信しろ。いや、だから違う、もうそれがもう、読むの遅れたからもうええかなと思ったんや。<laughs> しかも関わりないし <laughs>。<laughs> いや、まあ、でも本当にご結婚おめでとうございます。 うん。素直に、ちょそこは素直に祝福したい。いや、てか、だから普通になんか、あの、アーカブみたいなの見たけど、なんかおも、なんかね、うんこちゃんとか、で、うんこちゃんとか言っててね、あれな。うー, <laughs> へーつん。いずまと関係ないけど、もし結婚式行ってたら、あの、え結婚式ってでも3万か5万じゃんの行くとしたら3万か5万持っていかなかんかやろ うん。みどりさんもね、みどりさんの顔となんか、石川みのり、のりきさんが配信してたよね。<laughs> うん。はん、え、繁盛も言ってたの <laughs> 繁盛も言ったの 坂もいた <laughs> ごめん、ど、その、ヘズマリュウさんとどういう関係性があんの猫をこう見たんや、もう、いや、あ、なんだ、嘘か。面白くな。界隈、界隈でいなかった, <laughs> いかった。い、いつその、それになったん痴漢界隈になったん